ここはカナダの東の最果て、ニューファンドランドとボナビスタ。ふらりたどり着いたこの地に移住し、築123年の古民家を500万で買ってしまった。カニ工場勤務という季節労働者の原田は面白い情報を手に入れた。初夏の時期になるとこの辺りには大量のカラフトシシャモが到来するらしい。ということで早速様子を見に行くことにした。すると海岸にはすでに鍛えたカラフトシシャモたちが散らばっていた。このまま家には帰れない。何としても生きた魚が泳ぐ姿が見たい。うろうろ周辺を探し回り、ついに見つけた。ものすごい数の魚が飛び跳ねている。こんな光景は初めて見たので、結構ぶったまげた。いや、カラフトまげた。いや、シシャモゲッタ。いや、カラフットシシャモと、まあ感激しながら子供とバケツいっぱいにと捕まえたのでした。めでたしめでたし、めでしゃもめでしゃも、カラフトシシャモ。さてどうやって食おうかな。自然の摂理を感じよ。